い、無事にね、はい、ボイトレ終わりました。初めてでしたけど、はい、どうでしたか？なんか歌上手くなりそうですね。確かにひたすら今日はまあ初めてだったので、まあ、しほちゃんがどんな歌声なのかっていうのと、まあ、発声だね。はい、そうですね。を主にね、うん、あのもう初めに歌歌ってって言われて、はい、歌って、はい、それでまた高い声の発声練習と低い声の発声練習して、はい、またラストにまた同じ曲を歌ってどうな、はい、どう変わったかっていう、はい、はい、でどうでしたか？楽しかった。楽しかった、はい、楽しかったっていうことが一番だよね。楽しくなきゃ続けられないし、うん、なんか歌うまくなりそうだなって、うん、確かに確かに、ね、先生もなんか優しそうなね、はい、感じでね、はい、はい、じゃあ来週までに今度ね、今日はしょうちゃん男性のね曲を歌ったので、来週はまたね女性の曲を今度歌ってほしいということなんで、はい、今回はですね、うん、あの米津玄師さんのピースサインを歌わせていただいたんですけど、今度はあのもっと高いなんか女性のね声でね、やっぱ女性なので、女性なので、はい、チャレンジということでした。で、はい、あの女性って聞いてパッて思いついたのはリサさんなんですよ。もう今ねまあもう鬼滅ブームですから、ね、そうなんかもうリサさんがパッて思い浮かんだ。歌えますかリサさん？めっちゃ高いですよ。うまいですね。誰かのために強くって高くなんじゃん。クーだよ。クーって高くなんじゃん。だから、うん、ね、まあでもね、まあ何でもいいということなんでね。うん、とりあえず1日1回聴いて、1日1回歌って、はい、なんか高くなりましょうみたいな感じですね。はい、はい、じゃあ頑張って練習しましょう。はい、で今日じゃないんだけど、ママねセリア行ってきたんで。マジですか？あれなんかもう一個あった気がする。ちょっと一個足りなかった。どっかに下にあるかな。ありがとうございます。ヒロアカのなんかカード2だけ1個2だ、多分もう一個あるはず。どっかに部屋かな。わー、ありがとうございます。とりあえず渡しときます。ありがとうございます。開けていいですか？いいですよ。じゃあママご飯作りたいと思います。はい、はい、ということで夜ご飯です。はい、今回ね、ちょっとご飯が炊けてなくてすいません。ママがスイッチをドタバタで今日夕方からスイッチ押してなかったでもり、うん、救世主芋。はい、芋でも美味しいよ、きっと。美味しいよ、ここで買ったね、さつまいも。白衣も食べていい、うん、はい、はい、じゃあ食べましょう。いただきます。はい、今日はちょっとお魚と、はい、野菜、うまっ、キャベツがいっぱいあったので、今日はキャベツ料理ですね。そうですね。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。どうだった？まず根津校長が出た。根津校長？うん、はい。はい、これ出たの。出たの。はい、よくわかんないけど。この青肉くんが出たの。そうなんだ。そうなの。えってママ終わっちゃうもんねママよくわかんない、ね、そうなんだ。でもよかったですか？よかったです。またコレクション増えましたね。はいすごいねえ、ちょっとここどうしたのんだけど飛び出てるんですけどまあ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 、お店はそういうタイプなんだ。確かに。やばいですね。
音が出ません。もう出る？出ません。もうやだ。聞くだけ無駄でしょ。もう高い声出してみてよ。やだよ。うわ。ね、本当に、うん、本当に本当に高い声出ない。なんでなんでって話。ね。ね。高い声出ないとさ。うん、ちょっと、うん、広げたいよね。音域っていうの。うん、ね。あ、そうだ！何？どうしたの？今日呪術廻戦だ。何が？明日早起きしなきゃ。明日は呪術廻戦？そう、明日の朝の1時25分から呪術廻戦よ。あー、そっか、夜中ね。夜中だから、まあ今日と言ってもいいけど1時25分だから。え、朝方見んでしょいつも。うん、6時に起きようかな。なんで今日借りてきちゃったものがいっぱいあるしさ。うんね、うん、寝る時間はね、もう安定したいなと思って。10時でしょ。そう。で、今日はお風呂は入らず、明日朝風呂するんだよね。そう、金曜日は必ず朝風呂。うん。で、日曜日は朝と夜2回入ります。そうですね。はい、必ず決まってるんです。最近そうだね、週末はね。週末はね、なんか朝風呂の気分なの。はい、ということで、あと寝るまで10時に寝るんでしょ、うん、あと30分ですけど、何するんですか。うん、いっぱい尽くしても声が出ないので。はい、もうこれで終了ですね、ボイトレは。はい、はい、で、ね、あのね、寝る前にね、うん、ちょっとね、私ね、腹筋してるの。へえ。偉いでしょ。偉いっていうか、また始めたの、またひどいな。前なんか踊ってたよね、よくここで。もう踊るのは疲れた。踊るのはもう終了してんのね。腹筋はね、意外と続けてるんだよ。そうなの？偉いでしょ。よかった。でもね、初耳。私ね、今ね、顔気にしてんの。なんで？顔をもっとね、肉を落としたいの。へぇ。もう足とね、お腹はもういいなと思った。うん、お腹はまだだ、うん、まだ腹筋するけど、足はもういいなと思った。うん、今顔をしたくて。顔なの、ね、でも顔ってさ、むくみ取る以外何があんのって思う。やっぱ体重を落とすしかないじゃん、うん、そんなこと全身を使うじゃん、うん、そうすると疲れんじゃん。もうどっちにしろ疲れんじゃん。だからさ、でも腹筋は疲れないよ。そうなの、へえ。あ、疲れる。じゃあ腹筋してさ、お腹へこんだの。うん、へえ、すごいじゃん。あ、私まだね、食べて。食べてるんかい。まだ食べてとるけど。なんかね、体重はキープできてるんだけど、なんかね、私減らしたいのよ。キープじゃダメなの、減らしたいの。食べちゃうんですよね。ダメじゃん。だからね、あのアニメ見てね、なんかね、アニメ見るじゃん、こうやって、うんうん、もう座ってると健康に悪いじゃん。だから立ってね、軽く運動してんの。私、あ、見ながら。へえ。いや、もう知らない。へえ。大丈夫。でもさ、やっぱさ、こうなんか運動の動画を見て運動するのはあんま好きじゃないの。なるほどね。最近気づいた。うん、あら、そうなの。あと30分何しようかな。借りた漫画なのかな。そうですね、もうあと30分で宇宙人なんで。借りちゃったんですよ、中学校でね。あの、借りた漫画のね、うん、7冊借りたんです。で、全部同じ種類なんですけど、このね、文豪ストレイドッグスっていうね、うーん、漫画を借りました。はい、これあのアニメ見て、うん、3期まであって、もう私、うん、もう2期からも2期まで続いてるやつは大体面白いなって思っちゃって。へー、3期目だったんですよ。よし、読みます。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。
選びますね。はい。